皆さんこんにちは、南海キャンディーズの山崎静代です。今回私は春風外伝2021に黒子役で出演させていただきます。新国立劇場で今度やらせてもらうんですけども、まだこれから稽古に入る段階でちょっと稽古はまだ始まってないんですけど、黒子ってこう影にこう隠れていく生き方というか、こう周りを立てて影でこういろんなことをする、でいろんな役を演じるっていう感じなんですけど、そういうなんか、器用にいろんな役を今までそういうのやったことないので、すごくどうなのかなってちょっとドキドキしてるんですけど、はい、頑張りたいなと思います。あと黒子ってやっぱこう主役立てるために目立たないように動くんですか。私ちょっと大きいから目立たない感じで動けるかなっていうか、その大きさが目立っちゃわへんかなっていうのがあるんで、ちょっと猫背気味の方がいいんかなとか思ったりもしてますが、まだちょっと、はい、それは稽古をやりながら、はい、頑張りたいと思います。そうですね、なんかこの舞台、いろんな方がおそらく、すごいイケメンの方がいっぱいいると聞いているので、ワクワクしてます。で、ダンスとか歌とかタップとか、なんか本当に楽しいエンターテインメントがいっぱい入っているので、皆さん楽しんでいただけると思います。はい、私もちょっと一生懸命皆さんの前でこう披露できる日がちゃんと訪れるように一生懸命日々頑張りたいなと思うので、ぜひ皆さん劇場に足を運んでください。よろしくお願いします。